佐藤式リンパケア考案者の佐藤誠二です。今日はダイエットについてお話をしていきたいと思います。皆さんね、間違ったダイエット非常に多いです。食事制限とか運動とか炭水化物抜きダイエットしてませんでしょうかね。特に食事制限をしながら運動を頑張ってるっていうダイエットはもう全くダメですからね。我々のダイエットですね、しっかり行えば努力はしない方がいいということも分かっています。食事と適切な運動とマインドを持つことによって確実にダイエットが可能になりますので、一切努力は必要ありませんからね。ぜひこの動画を見てください。そしてですね、我々がやったダイエットではですね、1年で20キロぐらい、これちょっと痩せすぎではあるんですけども、痩せてるっていう人たちとか、まあ大体ですね、月に1から 1.5 キロぐらいで、まあね、1年で10キロぐらいっていうのは当たり前に痩せることができますし、それだけじゃなくてスタイルがどんどん良くなるダイエットになりますから、ぜひ楽しみに見てください。ではですね、具体的にどのようなダイエットが必要になってくるかというお話になるんですけども、まあ3つ主にあります。食事と運動とマインドという話になります。なぜまず努力が必要ないのかというお話をしていきたいと思うんですけども、努力はするということは実はストレスになるんですね。なぜ太るかというと、ストレスが一番悪い、太る原因になっているということです。それに関してまず言いますと、副交感神経と交感神経のバランスで、我々は副交感神経と交感神経のバランスで我々はストレスを抱えている。まず交感神経、ストレス社会では交感神経が上がってきて、後から副交感神経が上がってくる形になると、この差がストレスになるんですね。ストレスになります。この差を埋めようとしてするのがダイエット、努力のダイエットになるんですよ。これは埋めようとしても、で食事をしているわけですよ。埋めるっていうこと自体が副交感神経を優位にさせるという形になりますので、食事をすれば一応バランスが取れるわけです。これでバランスが取れている状態から、食事を逆に減らしましょうっていうふうになると、うまく副交感神経が働きませんから、余計ストレスが溜まって余計ドカ食いすると。これは逆らえないんです。逆らえないです。そして運動をすると交感神経がアップしてしまうという形になるんですね。そうするとますます食事を減らして運動をすることによってストレスが溜まってしまって、余計食べるとこれをずっと続けることができないということになってしまいますので、まあこれがこの食事制限、運動しましょうというダイエットっていうのは非常に間違ってた運動に、ダイエットになります。そしてですね、炭水化物抜きっていうのは、まあこれはすごく太ってる人が治療のためにするんであれば OK です。そもそも炭水化物抜きダイエットっていうのは、糖を代謝させないようにして油とタンパクをエネルギー源にして燃やしていきましょうという話になります。脂肪だけが燃えてくれればいいんですけれども、タンパクが最初に燃えてしまうんですね。タンパクが燃えてしまいますと筋肉がなくなります。体重は減ります。体重が減って筋肉がなくなるとどうなるかっていうと、糖が代謝できにくくなってしまう。糖が代謝できにくくなってしまうとどうなるかというと、より脂肪がつきやすくなる、筋肉が少なくなって、そして糖が代謝しにくくなりますが、代謝を下げて我々は対応するようになるとこういうことですね。代謝を下げるっていうことになりますから、で多くの人は
2キロ減って2キロ太った戻っちゃったって言ってるんですけども、冗談じゃないんですよ。2キロ中1キロぐらいが筋肉が減ってですね、また増えた時は脂肪が2キロ増えてるという形になりますので、どん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 リバウンドを起こしてしまう。ダイエットすればするほどストレスがたまりリバウンドを起こすというのは今までのダイエットになります。で、正しい食事療法をしっかりしていくことによって、ね、それから運動を適切にすることによって、それからですね、ケアしっかり、していきましょう。ケアをしっかりして知識をしっかり得ることによって、ダイエットというのは簡単になります。で、ストレスをなくしたいわけですから、どうしたらいいか。食事を楽しむ。一番大切なのは食事を楽しむことです。それから運動を楽しむ。運動を楽しむとこういう形になって、さらには、ね、さらには、まあ、いいんですね。運動も最近ではレジスタンス運動といって、これレジスタンス運動って何かっていうと筋トレです。筋トレ、この筋トレも苦しみながらやって、努力ストレスがかかるようではダメなので、短時間のレジスタンス運動、ここで有酸素運動が三角になっています。有酸素運動が三角になってますが、これはですね、レジスタンス運動の方が圧倒的に糖代謝が高くなって筋肉量が増えるという話になりますので、レジスタンス運動の三角は、まあ、ウォーキングなんかも一生懸命やってしまうと、長時間一生懸命やってしまうと交感神経が優位になりますので、散歩という形で楽しみながら運動をすることができる。楽し散歩なので、花を楽しんだり、ね、空気を楽しんだりという副交感神経刺激をしながら、実は足っていうのの仙骨神経ですね、仙骨神経は副交感神経の支配を受けています。なので交感神経を優位にさせずに散歩を楽しむことによって副交感神経が優位になってくる、ね、副交感神経が優位になってからの交感神経優位は、交感神経が上がってくるのは、これは楽しみになります。副交感神経がだけが上がって交感神経がそんなに上がらない状態というのはリラックスした状態になってるんですけども、こっからの有酸素運動をしてリズムを取った、リズム運動っていうのは左右の足との動きっていうのは副交感神経刺激になりますので、この刺激をしてあげて、副交感神経というのはちょっと長く続くんですね。それを感じようとしないと交感神経がすぐにこう食べるを得に行きます。なので、一個一個食事を味わう、食事を食べに行ってしまう。太りやすい人っていうのは食べに行って食べること、飲み込むことを快楽にしてるんですけども、実はよく噛んで飲み込んだ後の余韻を長くしてあげると、実は食事っていうのは満足度が増していきます。味わいです。風味とか、まあこれ、具体的にね、かつおだしとか、昆布だしとかっていう薄い味をこうどんどん感じるようにしていくと、実は副交感神経受容器ですね、受容器の味蕾とかっていうのは増えることが分かってるんですよ。この刺激をしっかり得ることによって、我々のダイエットというのは成功していくということと、さらに私たちのリンパケアですね、耳たぶ回しっていうのは、副交感神経である迷走神経自回視というものが耳にありますので、この耳たぶ回しをしたり、ほっぺを撫でたり、腕を回したり、顎を動かすと、これは顔面神経、舌咽神経、迷走神経と、あと腕を回すことによって首の
自律神経の出口がうまく働くようになりますので、これらの運動、食事療法ですね、それから、こういった腸活なんかもすごくいいんですけども、タンパク質の取り方を考えながら、トータル社の栄養学とこの知識をつけていくことを、またこれを楽しみにする。知識っていうのは得ることで喜びが生まれます。喜びが生まれるってことは、リラックスした状態、楽しんだ状態というのは副交感神経なので、副交感神経が優位になると勝手に交感神経優位になって、このこっちが先でこっちが後から上がってくるものが喜びになります。ドーパミンっていう交感神経によってですね、交感神経によってドーパミンが出るんですけども、これは先行して副交感神経リラックスがある時に、リラックスなんです、安全性の担保ですね、安全性の担保がある時にドーパミンっていうのは非常に楽しくなりますので、この状態で激しい運動というのは OK なんですけども、苦しい運動はストレスを生むだけですから、達成すればいいんですけどね、達成すればいいんですけども、すごく大切なのはダイエットを楽しむといった形になりますので、あと詳しくはですね、食事ですね、マグネシウムとか代謝、筋肉を緩めるっていうことにも関わってきますし、あと酸素ですね、酸素をよく取り入れるようなケアをしてあげる、筋肉を緩ませるってことで副交感神経をアップしてダイエットをしていきましょうという形で、具体的なケアと具体的な運動、食事について、マインドについてもまたお話をしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。今日の動画いかがだったでしょうか。よかったなと思ったら、いいね、ボタンですね、それから質問ですね、何について詳しく聞きたいのかということ、ダイエットの何について詳しく聞きたいのかということだったり、質問していただければ、できるだけお答えするようにしますので、また、チャンネル登録がまだの人はね、チャンネル登録をよろしくお願いします。